一人暮らしの小学生は、松下幸一郎の原作による日本の漫画作品。単行本は宝島社より発売。4コマ漫画と通常の進行型とを兼ね合わせたストーリー形式の作品で、もともと作者がキンドルストアで電子書籍として発表していた作品であり、好評だったことから単行本化された。2017年10月現在、3巻まで。 発売されているが、関数はナンバリングではなく、サブタイトル形式での表記を採用している。2017年10月11日からは正式な続編、一人暮らしの中学生の連載が、この漫画がすごい。ウェブにテスタートした。一人暮らしの中学生は、連載開始後、定期的に更新されていたが、2018年2月28日に、 発表した第15話を最後に現在まで更新されていない。第16話の更新については長らく未定と表記されていたが、現在は公開が終了したことになっている。また、第17話以降の更新についても記載がないことから、公式サイトを残しつつも打ち切りになった可能性が指摘されている。作者はツイッターを通して打ち切りを否定しており、二千二十年内には、 連載を再開させる意向を示していた。しかし、結局は2020年中に連載が再開されることはなく、2021年1月20日現在も再開の見通しは立っていない。神奈川県藤沢市にある湘南藤沢小学校でのある日、教師の関口良は算数の授業中に受け持ちの男子生徒である竹田からとして昔話を聞かせてほしいと、 リクエストされた。スケは、約20年ほど前、自身が湘南藤沢小学校に在籍していたことから、授業を中断して、自身が在籍していた1980年代当時の昔話を生徒たちに話して聞かせることにした。約20年前の1980年代、江ノ島の地に一人で、定食や、鈴メ食堂を切り盛りしながら、一人暮らしをしている。 小学生の女の子がいた。少女の名は、鈴ネリン。彼女は未だ小学生で料理もまともに作りこなせず、スタマジーまでの味のまずさから、客もろくに入らず、苦慮していた。貧乏に喘ぎながらも力強く生きていく彼女は、一部の常連客、理解ある担任教師、同級生、ご近所さんなどに支えられて日々頑張っていた。スマートフォン向けアプリ。 縦アニメにて2017年10月10日より配信。物語の演出は原作とほぼ同じだが、ストーリーの進行はいくつか前後しており、時系列で進んでいるわけではない。当アニメは1話あたり3分ほどのミニアニメであるため、人件費を抑制する目的により、一人の声優が何役も兼任している。一役のみ担当する千人声優は主人公である。 鈴音林役の田中美,美と、純主人公に相当する、関口良役の森島修太の二人だけである。なお、作中で描かれたエピソードの中には、他の漫画家が過去に描いたエピソードと内容が、告示しているものがいくつかあるとの指摘がある。一人暮らしの中学生に関するカテゴリー。ありがとうございます。